カモンマテリアルマテリアルの坂上ボです。マテリアルのあゆみです。デカムイの平です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、そう、みそかですよ。明日大みそかで、まあ去年はね、あの大みそかが配信日で、うん、なんと、初のロケとかをね、うん、やらかしてみたりとかしたんですけど、今日はですね、このスタジオで、配信しているという形になってるんですけども、じゃあ12月30日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、歩みのこの日なんの日です。はい、今日は取引所大納会、うん、はい、大納会は証券取引所での一番最後の立ち合いを演じて、その営業日を示す、はい、日ですね。はいはい、かつては、午前、うん、前場で、うん、取引を終了して、うん、午後後場は休場となっていましたが、はいはい、現在は通常通り前場後場とも行われております。はい、またかつては、観光庁の御用納めと同じ12月30日でしたが、28日がまででしたが、証券業界の、業績不振から少しでも営業日を増やすために、うん、大納会が12月28日から30日へ変更になりました。うん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 、そしてね、新年の、最初の立ち会いである第8回も1月6日でしたが4日へ変更され、うん、ちょっとね、もうお休みがちょっと短くなったっていうのがあります。いや、はい、あれだったんですね。いや、僕、うん、そのなんていうの、ほら、なんていうの、そのライフスタイルが変わってきたじゃないですか。うん、で、あの、それこそほらダイエーがね、24時間営業始めてみたとかっていうのであったり、うん、あの年末年始も休まず営業しますみたいなのやったりとかで、うんうん、あの昔はほらもうなんか28とか29ぐらいから休むお店とかが増えてきて、うん、もう正月三が日とかもどこも空いてなくて、そうですよね、うん、遊びに行くとこないからもうしょうがなくなんか家で遊んでるみたいな、うん、なんかそんな感じやったんやから、うん、昔はね。でそれがだんだんそういうのが変わってきた流れの中で、うん、納会が30日になり第8回が4日になったんかなと思ってて、うん、違うかったよ ね経済的事情やったよ ね、うん、初めて知りました。はい、はいはい、そしてもう一つ、うん、地下鉄記念日です。1927年昭和2年の12月30日に、うん、上野浅草間 2.2 キロですね、日本初の地下鉄、現在の東京メトロ銀座線が開業しました。はい、地下鉄開業日っていう日ともされています。1925年大正14年の9月の工事開始から2年3ヶ月で完成しました。このね、浅草と上野浅草間は所要時間4分50秒、はい、で運賃は10銭だったそうです。はい、開業日には物珍しさもあって、1日で10万人の人すごいなが近い、10万人はすごいよね、乗車されていたそうです。歩ける距離やね、うん、歩ける。浅草の上の全然 2.2キロです。2.2キロ、全然歩ける歩ける。全然歩ける距離。歩けるけど、10万人がね、ね、乗りたい。どっちからどっちへ乗ったんか知らんけど。うん、ね、うん、何回も乗る人おったやつ、ね、歩いて行って、10銭払って、うん、往復もできるし。そうそうそう、行って帰ってね。うん、まあでもね、うん、あの浅草から上野行って。上野の、ね、公園で、ね、うん、ちょっと遊んで、うん、ま、もしくは上野動物園行って、うん、で帰ってきて浅草で浅草寺行くみたいな、ね、いろんなことできるよね。なるほど、ね、そうやったんや。で、日本初の地下鉄は、ロンドンの地下鉄に感心した早川範次が東京にもと全力し、ようやく実現させたものでした。うんうんうん、ウィングが回転して、通過できる自動改札機とか間接照明っていう新しいことづくめの、地下鉄ですね。まあ、日本に地下鉄を紹介し導入した早川は日本において地下鉄の父と呼ばれています。なるほどね。まああれなんですよね。だからその何戦前っていうかさ、うん、意外と戦前に地下鉄って整備されてて、ね、あの御堂筋線もそうなんですよね。うん、あの戦前にはもう整備されてたんですよね、実はね。だからもし空襲とかあった時防空壕代わりになるようにっていうことで、ドーム型のアーチ型の駅になってるとかっていうのもね、実はあったりとかしたんですけどね。はい、はい、
はい、以上です。はい、はい、ということでですね、今日の、このプレゼンありかなしかなんですけど、うん、まあもうプレゼンじゃないです、プレゼンじゃないです、はい、で何かというと、まあ、ちょっとあのちらっとオープニングで言いかけたんですけど、まあ、発表というかですね、一応この番組がですね、3月いっぱいで、ちょっとクローズというか、あの、はい、1回お休みというかもう、という形になりますというお知らせなんですね、はい、で3月いっぱいというのはちょっと201回目201回目で、うん、ラストという形にさせていただきたいんです、はい、なんせね、あのもう見てもらったら分かるんですけど、マテリアルがもう休みないんですよこの2人あのお休みの日に収録してますから嬉しいことに ね本当にそれが、はい、だからいろんなスケジュールがすごく入ってきて、もう収録する日ないいうのが実はあの実情でして、はい、というぐらいになった。まあでも元々がね、この番組ってなんでスタートしたかって言ったら、コロナでそれまでね、その実はそのマテリアルもその頑張ってたけど案外お客さんが入ってなかったんですよ。でこっからいろんなイベントやって入れてこうぜみたいな感じで言ってたら、コロナが来て営業自体ができない、あれひどかったもんね。なんかほらなんか見回り隊とかおったりして、あそうですね、営業してたらなんか見回ってくるみたいな9時過ぎてやってるやってへんみたいなのね、あったりとかがあったので、あの営業できへんやんみたいなことがあって、でもこの場所がねあるっていうことをもっと知ってほしいよねっていうので、僕企画させてもらって始まったのが実は、最初 で最初はリアルタイムで配信してたんですよね、うん、7回ぐらいだったかな。であのリアルタイム配信意外と大変やな、編集に変えようって言って編集に変えたら今度は編集大変やなってリアルタイムの方がもうやりっぱなしでいいからいいやんみたいな感じだったけど、あまあでも編集になり、まあでもおかげで俺編集スピード上がったしね前までこの、 あの文字を全部出してたから、あの喋ってるやつ全部追っかけたんですよ。あれやったらやっぱ3日ぐらいかかるんだよね、すんごいかかってて、まあそれが、まあ、文字やめて、あの必要な言葉だけを入れるようにするようになって、だいぶ早くなったんで、もう今はポンポンいけるのはいけるんですけど、4年4年だな、丸4年かな、だから丸4年で終わるのかな、だから、2020年の4月から4月かな、4月か4月のなんか末の方かな、そんなぐらいに始まったんで、本当に丸4年で、はい、4年ですね。つやもね、あの1年52週としたら書けるようで、201って考えたらね、はい、ちょうど4年で終わるという形に、まあいい話なんです。だからあのそもそも の元の始まり自体が、この場所があんまり使われないから、どうやったらどういう使い方ができるかをプレゼンしてもらおうって言って、このプレゼンコーナーが始まっていて、あのだからね、いろんな人に来てもらってプレゼンしてもらおうって、あのあったやん、なんかあのその機械の宣伝しに来てくれた話とか、 あのお店が開店するからとかって来てくれたりとか、いろんな人が実はプレゼンはしてくれてるんですよ。あの、うん、そうあの小説家が小説を持ってきてプレゼンしたりとかね、はい、ありましたけども、はい、まあ、そういうコーナーだったんですけど、まあだんだんなんか、ね、映画の、紹介コーナーにだんだんなっていってたんですけどね、はい、こんな感じでしたけど、まあなので今日はですね、ちょっとせっかくなんで振り返ってなんか印象に残ってることとか、そういうのをそれぞれがちょっと喋ってみるというのにしたいなと思うんですけど、どうですか。私ですか。うんうん、私はちょうどなんか1年前ぐらい収録した、はいはい、でお正月の配信だった時の、はい、秋田さんの主人、あ、トラね、トラがめちゃめちゃ印象があります、はいはい、ここで書いてもらって、目の前でわーっと書いてもらって、でなんか変なマスクかぶっておりますしいやいやいや、あれはだからさ、トラ年やったからね、あのタイガーマスクを僕はかぶってたんですけど、はい、すごいなと思って、この作品1個があって、その目の前で作品できるっていうのが本当に素晴らしいな、しばらく飾ってました、ね、それが一番印象的かな。
うんうんうん、そうですよね、はい、坂本さんどうですか。やっぱり生ライブですね。生ライブというか、まあまあまあ、途中ねシスター K さん、はい、月一でね、月一で来てくれてる時は、はい、来た時にウクレレで歌ってくれてる、ね、そう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 、まあ、それがやっぱり印象的ですね、うん、やっぱり歌のコーナー、はい、それをこうちょっと場所を変えて、はいはいはい、そうそうそう、あとね、だからあのそれこそあの山ちゃんと友ちゃんとラクさんもね、その中で来てくれたし、あとあの岡本隆史君がね、はい、あのが来て歌ってくれましたよね、ね、歌やったわ、ね、だから またやりたいっていうね、ちょっとやりたいですよね、音楽をまたやりたいですよね、一回一回でもなんか音楽だけの番組やってみたいね。それは面白いな。ずっとあのだから、まあ、せっかくもあと14回なんですよ、14回、うんうん、これ入れて15回かなぐらいで、あのせっかくなんで、その間にね、一発そういうなんかみんなのスケジュールちょっと調整がいっける、うん、よかったらちょっと出ませんかみたいな、来てもらったら嬉しいな。豆さん来てもらったらちょっと遠いかな。遠いな。収録やったら来てくれよ。じゃあ問題はあれやな、あそこ電波届けへんからさ、あのリモートもできへんから。山の中やからね、ほんま電波届かないですよ。もう携帯の電波あの立たへんやん、全然。アンテナ立たへんやん。感じのところで、ね、大変なんですけど、はい。なるほど、音楽ね、いいっすよ。いいですよね。まあ、いろんな人が来てくれてましたから、まあ、一回ちょっとじゃあ音楽企画ね、考えてみたいですね、はいはい、僕はあの、まあ、あの結果的にそれで、ね、スタジオゲストがあんまり来なくなった部分もあるんですけど、あの取材行かせてもらって、いろんな人とその取材で出会わせてもらったのがすごいありがたいなと思っていて、あのいやだってそれこそこれね、憧れの赤井秀和さんあの直接インタビューできたりしたし、で、そうですね、あのもう一人憧れてるのが堤幸彦さんとかに出てきて、で、あとあれですよね、三木聡監督、三木監督めっちゃおもろい人って、勘がすごくいいから話がすごく早くて、ものすごく分かりやすい話していただきましたしね、あとあれか、小沢兄貴。もう結局あの何、俺よう喋り止めへんかったから2週に渡りましたけどね。ちょうど20分ぐらい喋ってくれて、もうちょうどもう半分に分けちゃうみたいな、2週に分けましたね。だから結構そういういろんな人、まあもちろん それ以外の方もね、たくさんあの監督あの話させていただいたし、それがきっかけで友達みたいになった監督もいらっしゃいますから、まあこのコーナーでこの番組を通じていろんな方と出会わせていただいたのがすごいありがたかったですね。まあ、言ったら京山琴葉とかもね、あのそういうつながりというか、まあもともと僕はあの、一つぼっちの脚本家の春さんと昔から知り合いだったんですけど、でその中で実は一つぼっち、最初一つぼっちって俺が監督するよ、ちょっといろいろあって、俺じゃなくなって副島さんだったんですけど、だからひょっとしたら広山琴葉を僕が演出してたかもしれない、まあ、そういう作品でもある、まあ、いろいろ出会いがあったと思うんですけど、ね、はい、まあ、でも何やろ、その最初の目標である、なんかそのマテリアルが大阪にあるっていう認知度を上げるのにはまあ多少はちょっと役立ったんちゃうかなと思うんで、あのやっぱね、それこそそこにね、堤幸彦と監督のサインもありますしね、はい、いろんな監督実はあの来ていただいてますからね、はい、そういう意味では割と大阪になんかマテリアルってあるでっていうのはなんとなく知っていただけたんじゃないかなっていうところはあの思ってるんですけどね、はいはいはい、まあ番組は終わりますけど、別にあのマテリアル終わるわけじゃないんで、はい、もうちゃんと来てくださいよって。そう、まあ、あのずっとあのマテリアルは続いてますから、はい、はい、マテリアルチャンネルでもありますし、
そうそうそう、マテリアルのチャンネルの方の番、あのこの、何、マテリアルの紹介ね、はい、やってる番組もありますから、そこには僕は出てないですけど、あのお二人がされてます。1回だけ出てくれました。知ってますよ、覚えてますよ覚えてますよ、1回だけ出ました、うん、あのまた来てください。あ、いい、あの衝撃するわ、はい、あの収録中今日やってるかなみたいな前ほらあの生でやってて、そうライブでやってた、今ライブじゃないよね、だから時間が空いた時にさっと、そう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 、で前ライブでやってた時、ライブ配信でやってた時は、あ、もうライブ配信しなくてて、この収録終わりでライブ配信をやらなきゃの時があって、あ、うん、その時やね、俺がその時出たので、そうそうそう、もうそれ以外の時はずっと今ライブ配信してるやん、今行ったらなんかちょっと帰れるかなとめっちゃ考えるのよ。朝やってる時もありましたね。やってた、うん、そうそうそう、そういうのもね、はい、まあ、たまには、やらせていただければいいんじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひ、それをまた期待して、こちらの、マテリアルチャンネルも、はい、マテリアルの番組を見ていただきたいと思いますけど、まあ、マテリアルの番組もね、あの番組というかあのチャンネルもね、いろんなあの、作品紹介とか、はい、いろいろやってますから、結構いろいろ充実してきてるので、作品が増えすぎて、そう、長くなって30分で収めたいね、ね、30分で収めたいのに今ちょっと50分近くいってる。え、50分いってんの今。もう30分ギュッとした、はい、なるほど、そうそうそう、だから作品紹介ってね、あのほら2分のやつとかも予告入れてるんですよ。でしょ、予告入れるから、予告入れると伸びるよね、そうそう、はい、いやだから大してね、コメントせなあかん、そう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 、俺だからほら、あの毎回あの何インタビューは10分やねんけど、2分ぐらいの予告編があるから、はい、12分なの、12分です、ね、30分の12分ってもう半分以上やから、だから35分になっちゃうってね、言い訳を今してますよ、はい、いやいや、分かる分かる、すごいよ、まあ、でもそれぐらいたくさんの作品が今マテリアルで上映されているし、まあまあ言ったら、内容が充実してきているという証拠かなと思うんで、まあ、そこまでは来たのでね、あの番組としての役割を果たしたのかなというふうには、思ってはいるんですけどね、はい、という感じでございまして、もうそろそろお時間なので、まあ、コーナーとしては終わって、まあ、次のコーナー行ってって感じなんですけど、はい、まあ、とりあえずね201回までやりますから、はいはい、それまでの間は今日で終わりじゃないですよまだ来週というか、まあ、来年になりますけど、1月6日もあるし、その後の13日もありますし、あのちゃんと、ネタもあの拾ってきてますんで大丈夫ですんで、ぜひ、これからも201回まではとりあえずこの番組を見ていただいて、ただね、僕自身この映画の紹介に関してはちょっとその、まあ、続けてほしいっていう声もあるので、マテリアルではないですけど、どっかで、そういう番組を継続してやりたいなと思ってます。絶対見たいと思います、はい、結構俺自分で言うのもないんだけど、やっぱ作り手目線で聞くから、監督結構持っていろいろ喋ってくれるのよね、そうなんです、ね、なので、そういうインタビューをやる番組を、まあ、インタビューだけじゃあれかもしれないですけど、やろうかなと思ってるので、はい、はい、ぜひそちらの新しい方の番組も期待して、お待ちいただければなと思います、はい、ということで、マテリアルは3月末というか3月、最後の、土曜日の配信で終わりですよ、201回目で終わりですよというお知らせでございました、はい、はい、では次、あゆみ、はい、今はお休み中ですね、マテリアルはね、はい、お正月休みに入らせていただいております、はい、そして、4日までお休みさせていただいて、5日から上映スタートになります、はい、5、6、7、8、成人の日までですね、発表会、プレゼンツ、はい、上映イベントがございます、はい、はい、川本貴大監督のカバーを筆頭に4作品上映させていただきます、はい、はい、武田和明監督の絆王子と無限の一歩と、武田智和監督の軟禁引き裂かれた記憶、もうね、数は入ってるし、武田も入れるし武田の字が違うんですよ、庄司敦史監督の片袖の魚、はい、こちら4作品ですね、カバーを含めて4作品
上映させていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。配給会社、そう、活動会っていう、配給会社、映画配給会社、配給する作品のお披露目会とかしたい、今ちょっとやっていこうかと、普段よりもお安い。あ、そうなんだ。安い。安くしてます。例えばカバーが普段まあ1500円なんですけど、1000円で見れる。おろ。はい。あ、マジ？安い。はい。お披露目会安いですよ。ほんで、一個一個のにお金払うね。なるほどなるほど。大体1000円。はいはい。もう。はい。で、6、7が7時から両方とも新年会が。あ、はははは。はい。そこはもう決まってるんですよ。うん。時間も7日も7時から19時から新年会。新年会。誰でも来れる。誰でも来れる。うん。で、7日だけ、辻翔君の立体紙切りのパフォーマンスからスタートした新年会。なるほど、なるほど。はい、それも見れます。はい、はい。三日間新年会なんですよ。二日間。6、7あ、6、7。あ、6、7。あ、そうですだけ見て。はい。全然ね。はい。で、一応ね、言っときます。5日金曜日が武田智和監督の方ですね。の、南京に引き継がれた記憶を含めましたカバーと、の上映になります。はい。で、6日が、どんどん新年会。そうなんですよ。武田監督のやってるラジオあるじゃん。ドラゴンシネマナイト。それの公開収録まであります。あ、なんか書いてあった、書いてあった。それが5日にある。はい。で、6日が絆王子とカバとその新年会がございます。はい。そして7日がカバが何回か出演したと、辻翔君のパフォーマンスと新年会という形になります。はい、そして8日が片袖の魚とカバの上映になります。はい、まあね、詳しい、それぞれのお時間はちょっと増えるかもしれない。そうですね、変更がある可能性はあります。はい、サイトの方でご確認ください。はい、お願いいたします。はい、はい、そしてですね、1月の10日から始まりますマンスリーの上映になります。はい、ライフワークオブアキラ黒沢、ドキュメンタリー映画になります。はい、黒沢明監督のランを収録したドキュメンタリー映画となっております。はい、こちら1500円プラスワンオーダー制となりますので、ぜひぜひ皆様お越しください。ランの裏側が全部見れます。そうです。はい、すごいだからセットの裏側も全部見れますから、回り込んでちゃんとやったら、あれすごいんですよ。あんな風にしてたっぱいのすごくよくわかる。毎週第2、毎月第2水曜日に、上映しますので、ぜひお越しくださいませ。はい、そして、来年からの新しい企画です。はい、マテリアルショートムービータイムがございます。はい、こちらね、25分から45分の短編映画を、徐々に随時かけていく形になります。はい、ラインナップが、難波望監督のおとぎ映画42分ぐらいですね。はい、大橋貴之監督の押し入れ女の幸福、大橋貴之監督の幸せの形、野本小杖監督の私がパンツをあげてからと私が発芽する日、そしてもう一つ野本小杖監督の初めての海と私は海のとこから、そして、ヒューアンジルド監督の私、はい、僕たちのプライミーというダム、私です。はい、と、大きな気になりたいの、こちら2本セット。はい、そして、新作の友達の座右になります。はい、はい、こちらもね、7作品、7部門を、それぞれ、18時半、19時半、20時半で、まあ、1時間枠で、それぞれ。まあ、1本あたりが、ね、短い作品やったりするんでね、はい、20分、25分とか、30分とか、40分とか、はい、僕のやつなんかもう10分のやつ、僕だけのプライミングがもう10分ないですけど、はい、ずっと30分、そうです、40分、はい、という形になりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。こちら料金が1000円プラスワンオーダー賞となりますね。はい、という形になりますので、皆様ぜひショートムービータイム、サクッとね、見て、なんかビール飲んだり、お茶飲んでる間に映画が1本見終わるという形になりますので、お気軽にお越しください。僕も僕のやつやってる時は、カバーしたり。おー、はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。
そしてですね、1月の12、13、14、15で、マルキーズ・マルキ都市沖縄戦の図全14部の上映になります、はい、こちらドキュメンタリー映画でね、日本中の撮影が起きないところに一つの作品となっておりますので、ぜひお待ちください。はい、ちょっとね、僕これに関しては、うちの会社のブログに書きます。書きます。あの、実際、監督取材をさせてもらって、リモートで取材させてもらって、番組の中でも紹介させてもらったんですけど、まあ、その中でいろいろ喋った以外のいろんなことが、実はまあ監督からも聞いてたりするんで、そういうことも含めて、ちょっとあのブログで書きたいなと思います。まあ、それが見れるのが、このね、マテリオ、大阪ではこのマテリオ。ぜひ、ちょっと冬ですけどね、夏の話なんですけど、冬なんですけど、あのぜひ、見ていただきたいと思います。はい、つい最近ある、ね、新聞で賞を取られてました。撮ってました、撮ってました。いろんなところで賞を取られて、どんどん今からも撮るんだ。いや、だからもうやっぱね、見とくべき作品なんですよ、と思います。はい、だから沖縄の人たちがどういう状況下で、あの戦後を迎えたのか、終戦の前後というのは何が起こってたのかというのをやっぱ知っておくべきだと思います。はい、ぜひご覧いただきたいので、マテリオ来てください。12日から15日、はい、4日間で上映しておりますので、はい、お願いいたします。はい、お店の情報は以上です。はい、はいはい、じゃあ行きますよ、今日のブッチャー。はい、今日のブッチャーはマテリオのショートムービータイムから、はい、野本梢監督の私がパンツをあげたならと私が発芽する日の2本。パンツみたい。いやいや、違うよ。意味が違うよ。パンツをあげたならを見たい。この発想がすごくない？すごいんですよ。ね。しかもこれ9分の作品で、もうあらすじが、彼氏と喧嘩別れした瞬間、お腹がギュルギュルギュルと、精魂つき果てながらトイレを元にさまよう。だけなんですよ。はい、ね、ね、もうなんかね、これ絶対あれで見て、もうほんまにあの本人に会ったらまた聞こうなと思うけど、絶対自分のあの体験談に持ってくるあのあんのよ。だからほら、あのあみやん、あのトイレに入った瞬間にかかってくる電話とか、あのこれ、これね、これね、もう本当に大発表しますけど、ある時ほんまに春純さんから電話かかってくるんで、俺があのパンツを下ろして座ってさあっていう瞬間にかかってくるっていうのを5回連続やられた、俺絶対春さんは俺を見てると思う、トイレの瞬間を知ってたんやもん。いや、だからもうトイレに俺監視カメラ仕掛けられてんちゃうんかなと思うぐらいのタイミング。ほんまやで、これマジまたみたいな、おえぇみたいな、終わってからでいいみたいなほんまにあったんですよ。5回連続ですよ。すごいね。ありえへん、すごいタイミングじゃない。じゃあハグさんが電話欲しい時にはそうしたらいい。いやごめん、それはやめて。いや、あのこれをわざわざ作るのは嫌やな。いやだからそういうの俺もあるから、だから私がパンツをあげた時っていうなっていうタイトルがもうなんか絶対これ体験だよ。トイレ行った瞬間に何かあってないみたいな、なんかそういう問いかけをされてるような気がして、野本監督結構トイレが出てくるんで、作品の中にね、でこの9分っていう短さの中で、もう本当にね、ギュッと詰まってます、ね、事件がギュッと詰まってる、見たい、作品になります、そしてあの同じくね、かけます、はい、私が発芽する日、これもね、あの田辺弁慶でね、あの賞取ったんですよ、取らなかった、田辺弁慶画祭受賞、そうですね、はい、俺だからこの、これ田辺弁慶のセレクションで見たの、田辺で見たのは多分宇宙の、あ、そうなんか、私は宇宙の作家で、はい、僕が田辺行ってる時にちゃうわ、俺あれや、中之島映画祭で見た、多分中之島映画祭、あの堀春奈さんが、はい、主役の方、はい、多分中之島の方、中之島やで、中之島やで、あらすじいきますね、はい、
結婚が控えたさやは空気を読むことが苦手な妹の優子と二人暮らしをしていたが、年を重ねるにつれ二人の生活は変化を強いられている。うん、でこの結婚を控えたっていうお姉ちゃんの役を、あのあれなんですか、愛のくだらないの主役をやってる藤原さん、はいはい、私はパンツをあげたのの主役です。そうそうだから、まあ、野本小杖は彼女が大好きっていう感じですけど、はいはい、お仕事先が一緒だ、うん、ああなるほど、出ますかみたいな、うん、なるほどなるほど、女優さんやってるって聞いて、そうそうそう、あ、やり出ますかみたいな、なるほどね、はい、そういう流れね、うん、すごい2016年の作品です、ね、それぐらいやったと思う。野本小杖監督の作品は、うん、なんかね、リアルなんですよ。女性から見ると全部がリアルで、なんか嘘がないんですごい好きなんですよ。女性の、あ、こういうことするよねっていうとか、こういう時こうだよねっていうのが本当にリアルに描かれているので、女性共感度高いです。男性、そうなんて思うことも、女性は、うん、そうそうそうってなる。それはだから、うん、あの愛のくだらないはそれが集大成されてるんなんですね、うん、だから俺はやらかしってつけた。やらかしやがったんですね。はい、まあまあいろんなね、あの見方がありますけど、野本さんの作品は本当にあのいろんな意味で面白いですね。そういうそのなんか女性リアルあるあるみたいなやつが詰まってるってことでも面白いし、はい、それがストーリーとして展開していくってところも面白いですね。まだまだ新作をどん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 野本監督作ってるので、作りすぎやでも、はい、いや本人だって何本作ったか覚えてないっつってね、うん、最近もね2014年公開もありますね、うん、そういえばなんかあれね、あのここの常連さんがなんかあのエキストラで、ね、ああそうです、それともう一つ違う、でしょ、でしょ、うん、すごいすごいよ、うん、またここでもね、はい、手軽でもかかるかもしれません。はい、はい、以上です、ね、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、はい、まあ今日はこれで、エンディングという形になるんですけども、まあまあ、4年ですよ。まあ4年って結構やってきたよね。うん、本当に本当に。初めの方は私いなかった、ね。そう。最初はあのほんまに僕と大阪部さんと2人でやってるみたいな感じで、でそこにあの何あのじゃあ、高橋さんちょっと見てみるとか。そう。高橋さんにあの映画情報をね、あのお話してもらったりとかやりつつ、その流れからあの。結局なんかあのそうあの映画宣伝の松村さんが来て映画の紹介をするみたいなところから、そのままつながって僕が松村さんにあの宣伝してって言われるやつを取材するみたいな流れが出てきたみたいなことがありまして、今の形になっているんですけどね、はい、そう最初の頃は見なくて、あのおっさんばっかりやってたっていう、これは私が出たらあかんなと思って、ね、ばっかりが邪魔にしています。いやいや、きつかった絵的にもきつかったけど、そうですね、はい、まあ、ということでなんか、あゆみファンがね、毎週見てくれてるらしいんですから、はい、まあそれもすいません1個番組が入りますけど今年の3月いっぱいは見ておいていただきたいな、はい、ね、はい、はい、ということであれなんですが、あの1個だけちょっと情報言っていいですか、うん、はい、これだけは言っときたい、はい、そうなんです、この2人も来てくれますけど、はい、こちらですね、映画ともる上映会アットヤオプリズムホールということで、最新作ともるをですね、僕の故郷であるそのこのともるの故郷でね、あのヤオで、ヤオ市民の方に見ていただきたいという思いでちょっと企画させてもらって、僕プリズムホールで実はあの成人式やったんですよ。僕らの成人式の会場ってプリズムホールなんですよ。そのプリズムホールで
上映したいなと思って企画させてもらいました。だからぜひですね、この作品を作るためにもたくさんの市民の方に協力いただいて作った作品でもありますから、できるだけ多くの、ね、八尾市民の方に八尾市でこんなん作れんねんでっていうのをね、見ていただきたいなと思ってます。で、まあ、42分で短い作品なんで、まあ、合わせて、まあ今までに作ったことのある大きな気になりたいのこの2人また出演してるんですが、もう一緒に上映させていただいて、そしてですね、なんとですね、最後にですね、大抽選会を大抽選会やります。ね、そうなんですよ、この映画ね、見たらコロッケ食べたくなるんですよコロッケ食べたくなるんですよ、はい、コロッケでタイトルにしようかな俺割と悪くないタイトルを持ってねえから今でもそうそうそう、でコロッケがね食べたくなる、なのでコロッケの抽選とか、熱々くれるんですか。いや、熱々、まあ熱々券、コロッケ機械券とかね、あと、この作品の中に出てくる喫茶店のカルダンっていうのがあるんですけど、まあ、そこでもチケット販売はしてるんですけどね、そのカルダンさんの一押しがですね、ハンバーガーなんですよ。しかも手製自家製ハンバーガーです。すんごい肉肉、まあ、一回僕らロケ行って食べましたけど、めちゃめちゃ美味しかったです。あれがなんと食べられるチケットをお渡しします、はい、っていう抽選会です、はい、抽選ですよ、全員ちゃうよ行ったら食べれるんじゃない、行ったら食べれるんじゃなくて行ったら抽選券を渡しますから、整理券というか抽選券を渡しますので、それを番号を、ね、みんなで私もあれで何がいやいや、だから引いていくのよ、引いていくのよ、はい、って言って、はい、何番っていう、で何番の方じゃあお渡しますみたいな感じですね、はい、というのを、やろうと思ってますので、はい、大抽選会最後にやりますから、最後まで必ず見といていただいて、まあそれ以外にもいろいろちょっとまた企画考えてますから、コロッケとハンバーガーだけじゃなくて他のものも、ご用意しておりますので、大抽選会を注目しておいていただきたいなと思ってます。はい、ぜひ1月20日は、近鉄八尾駅前の、八尾プリズムホールにですね、来ていただきたいなと思ってます。まあチケット販売してますから、まずチケット買ってください。チケット安い。安すぎる。安いよ。前売りで1200円やね。で抽選券ついてるんでしょ。そうそう、抽選券付きですよ。うん、安い。やばいやばい。うん、で当日でも1600円ですから、うん、もう当日券でもええぐらいなんですけど、前売り券買ってください。はい。埋めたいんで、はい、でも300席しかないですからね、そうですよね、逆に言えば、はい、早いもの勝ちでございますので、ぜひ皆さん、まずは、前売り券買ってください。前売り券買うとコロッケが当たるかもしれないし、ハンバーガー当たるかもしれないし、マテリアルが当たるかもしれない、何のこっちゃっていう感じなんですけど、まあ、それはまた、皆さん、来ていただければお分かりいただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらの企画も楽しみにしてください。はい、ということで今日はもうこれで年内最後ですから、本当だ、年内最後ですから、はい、良いお年をということで終わりたいと思います。はい、この1年間どうもありがとうございました。はい、良いお年を。